これで四角錐ができました。あとは、残りの2コーナーをペグダウンする。で、これで六角錐ができました。ワンポールテントの場合はこれで終わりというものも中にはあります。製品によってはありますが、まあ、弊社の製品は、ここから先の組み立てってまだ続きます。まあ、特に A 型フレームというのは、まあ、弊社では、エクステンションフレームという名前をつけているんですが、それを中に入れていくことによって、まあ備え付けによって空間面積を作ってあります。下クリップを入れていただいて、あとフィッティングですね。この位置に座る分には、このドアパネルギリギリまで座って下がれます、キワキワまで下がれますので、これによって有効面積がぐっと拡大に広がります。このフレームが3箇所配置してありますので、まあ、こういうのが出現します。これもちょっとした空間をこう広げるというのに一役買ってます。このベンチレーションなんですけども、デザインが内側にこうスライスするようなデザインなんです。これはまあこのプロダクトの一つの特徴であったりしますけども、これもただ単にこうかっこいいからこうしたというわけではなくて、雨が降った時にこの中に雨入りにくいというように内側にこうスライスした構造になっています。パネルをですね、大胆に開放できる設計になっていますので、まあ、夏場、暑い時は開放していただければ、さらに涼しくお使いいただくことができます。ワンポール型でここまで開放するものはないと思います。ですので、まあ、一般的なワンポールに比べて圧倒的に涼しく涼しくということですね。ちょっと。